開幕から打点は記録されていません。住谷が2本目はならず、ショートゴロ源田さばいた、そのダブルプレイ。これまたゴロは三遊間、山崎剛、この位置から一塁どうだ、セーフだ。すげえ、これで今日2本目のヒットになりました。今日初ヒットが生まれて、先ほどは詰まりながらライトへのヒット、今度は三遊間投げ合うんだ。ヒットになっちゃいましたけどね、この位置から山崎剛、よく呼吸もしましたし、よく投げましたね、はい、任されていました。サーブへの打球はあとショートに任せる、ショートは一塁送球、今度はどうだ、セーフになりました。ショート藤岡一塁送球間に合いません。ただ井口監督リクエスト要求、今エチェバリアなのか藤岡というところでね、藤岡深いところで取って一塁送球間に合いませんでした、まあ、藤岡選手もねいっぱいいっぱいのプレーだったんでナイスプレーでしたね。ただ僕は今野村選手が駆け抜けた時に足首で離脱してたのでね、はい、ちょっとドキッとしましたね。そうですか、ちょっと本人もねセーフになるやなんか、セーフになりました。今日は球審長い一塁、さあここはサードも間に合います。ファーストはどうだ、ダブルプレーも取れませんか。アルカンタラファーストカバー入っていましたが、まあ、右のランナーはアウトを取っています。上沢選手しっかりチャージできていましたし、しっかりとゴロ処理できましたので今のアウトは大きいですよね。サードへの打球ちょっとバウンド変わりましたが、エチェバリア冷静に対応、一塁送球間に合っています。初球打ち強い打球、ファースト渡辺が取って自らキャンパス踏みます。ナイスプレー、ワンアウト。渡辺もちょっとまだ慣れないねポジションではありますけれども、そうですね、もうでもマーティン選手の打球はあっちしか飛んでないんで来る気しかしないでしょうね。そうですか、はい、強い打球、本来はセカンドを、ね、守るケースが多かった渡辺ですけれども、まあ、これもねビッグボス流の、うん、サードエチェバリア取ってダブルプレイ。エチェバリアがサードキャンパスを踏んで一塁送球、3ワンアウトランナーなし。スライダーをダイレクトキャッチを見せました、ファースト安田、ツーアウト、近藤も3打席まだヒットが生まれません。さあこれでツーアウトランナーなしでバッターボックス4番のヌニエスを迎えます。これは挟みました、追いかけてタッチアウトになっています。しつこくいって最後高めをアウト取っています。いや今ね普通バッテリーって2ストライクから、はい、さあこれはショート一塁送球、野村は間に合いましたか。これはファウルゾーンで掴みましたか、エチェバリアです。ワンボールオンはワンピッチワンアウト、サードファウルフライになっています。チェバリアの近くにボール飛んだらもうこれ飛んでますね、はい、選手ですね。初球から打っていきました、高く上がりました、ライトへのフライです。ライト柳田掴んだ、そして三塁ランナーはタッチアップはできません。今日はライトフライです。これで2アウト満塁に変わります。助かりましたね今の感じ、初球打ってくれて。そうですね、杉本にも我らにも甘いですよ。そうですね、でね、変化球ワンバウンドあって柳田がスタートを切っていきました、セーフ、頭から突っ込んだヘッドスライディング。そしてここでリクエストです、記録はワイルドピッチということでした。どうでしょうかね今のは。柳田が一塁からヘッドスライディングを試んでいます。あの野手がね、はい、自信を持ってアピールしてましたんでね。そうなんですね、あの辺がどうなのかなと思いますよね。これアウトかセーフではもう随分と展開変わってきますね。ありますよ、ワンアウト三塁二塁かツーアウト三塁か、ね、はあ、なんですね、アウトということになりました。
記録は走塁死ということになりました。左方向への打球、大きな当たり、よく取った。福田、素晴らしいプレーでした。ファインプレー、よく取りましたね。抜けていれば長打というところだったんですが、いや、これは超ファインプレーですね。ファインプレーでしたね、はい、大体の感覚で見てると結構抜けたなと思いましたね、はい、打球も逃げていくんで。そうですね、センターへの当たり、前に出てきて、あ、取った。ファインプレー、センターの後藤、ナイスプレーを見せました。取りましたね、取りましたね。外野手に、オリックスの外野手にヒット2本を走ってますね。福田も素晴らしいプレーがありました。そして今のこのセンターのこと、よかったかったあたり、最後はスライディングしながらボールをつかみました。少しこうスライディングの目測を誤ってはいるんですけど。そうなんですか、はい、ちょっと左に入りすぎたんですけど。あ、そうですか。変化球、長役が取って一塁いませんでしたが、自らベースに入りました。変化球ってピッチャーゴロでした。